なんかちょっとボス戦っぽい感じか。クイーンの影。現実況劇団鳥のすめ。どうもー、トリトンツメタンソートです。今回もロストインランダム続きの方やっていきましょう。さて、前回はフォーベルグを後にしましたね。バックブラザーズに導かれて出会ったのは陽気な死神でした。そしてその死神の船の終着点、ここは一体どこなのでしょうか。気になる続きをやっていきましょう。ということで今回も一か八かの旅に出ていきましょう。スタート。トリツメ。さあ、ということでじゃあやっていきましょう。まずはあの幽霊に出会っていこうか。あの幽霊の正体結局何なんだろうね。またこれでスーッと行ってしまうんだ。グースは立ち直った、よかったね。結構長い時間ずっとこう大変な思いしてきたもんね。グース元気になってよかったよ。さあ、でここは5番目の街なのかな、単純に。よし、さあじゃあ開けていこうか。どんな運命が待ち受けているのだろうか。ね、本当だね。ね、周りはでもこれ海っぽい感じだもんね。ちょっと不気味な雰囲気もあるけど、なんかそういう漁師町的なところなのかな。And she strode towards it with determination. 配管路、進んでいきましょう。ちょっとでもあれだな、雰囲気は最初にツータウンにさ行くために忍び込んだあの船とかと似てますよね。5次元チェスって、5トロポリスっていう場所なんだね。ここついさっきまで誰もいなかったんだぜ。そこにバン、お前が来た。確かに。どういうことだ。こっから入ってくる人なかなかいないだろうな。デッキスさんも上にいますね。なるほど。まあ、ひとまずデッキスさんとまたお話ししていきましょうか。そうするとなんとなくこの場所のね雰囲気とかもわかると思うんで。いろんな機械類であふれるクールな街か。なるほど、そういう系なんだ。工業地帯みたいな感じなのかな。自分たちでカード作っちゃうか。全てのカードでも持ってるわけじゃないと。ああ、だからそれで商売しに来たのかな。あんたって本当にどこにでも現れるね。ね、本当ね。Oh, hey, speaking of cards, you wanna try some? カードといえばトレードするかい。すぐにトレードの話。もうでも追加されないんだよな、買ったところで。よし。さあ、じゃあでもこの街をまずは探索していきましょうか。内部機構だって。あ、でもこれ戦闘するような感じだな。出てくんだろうな、後で。おい、you there? よ、そこのお前、なんだ？トラブルはごめんなんだけど。もう巻き込まれちまったぜ。俺見たんだ、お前あのゲートから入ってきただろう。あ、バレてる。ルール違反だぜ。ここは軽々しく通っていいところじゃないんだよ。ごめんね。それじゃ足りないね、ルール違反だってことさ。私はいたいけな女の子なよ。いいね、これしよう。ダイスを連れた女がいたいけなわけあるかよ。本物だろ、本物のダイスなんだろ、認めろよ。そうよ、使ってほしくなかったらごちゃごちゃ言わないでちょうだい。ちょっと脅していこう。えへへへ、ダイスを連れたガキがいるぞ。うわー、これ呼ばれるわけだな。はいはいはい。で、まあ結局どっちにしろ戦闘になってただろうしな。よし、やっていきましょう。はいよ。あら、ちょっとだけしか出てこなかったわ。まあでもとりあえずいつもの敵だったんで、さっくりこれで倒しまして。あれ、さっきの人いなくなっちゃったな。あ、でもさっきの人かな、ねっぽいよね。お前の勝ちだ。まるで紙切れみたいに蹴散らしちまった。まあこんな余裕ですわ。うん、コロコロコロですわ。だいぶ恐れられてる。近づくな。次はあんたを叩きのめしてやる。いやいや、待てよ、その必要はないぜ。教訓は仕方ない。お、このカード持っとけよ。だってありがたい。お詫びの印。要するにリスペクトってやつさ。俺はお前をリスペクトする。ただ恐れてるだけだけど。さあ、でもらえたカードはダイスメンションホール、謎の壺生物が出現して渦の中に引き寄せる。まあ、なんかそんな強くなさそうだけど、まあいいや。じゃあ引き続きちょっと街を探索していきましょうかね。まあ、なんかこんな序盤からいきなり戦闘もあったぐらいだし、この街ではガンガン戦闘することになるのかな。なんかでもあれだね、なんかみんなこうちょっと貧しいような暮らしをしてるような印象を向けるよな、この街は。5番目の町だしさ、シックストピアにね一番近いというか、ね、裕福な暮らししてんのかななんて思ったけど全然だね。あ、これは何だろう。
これダイスの絵だよね。絨毯かなんかだな。あれ、じゃああのラグの人とかいないのかな。いや、まあさすがにそれはないか。いやでもあのラグの人が折ったものがここに来てるっていう可能性あるよね。あー、敵出てくるんだ来なさい、私が全部ひねりつぶしてくれる。今さら一体そんなことある。しかもなんかずっと溶けてしまいそうななんか弱ってない彼。よし、とりあえずまあでも普通にやっちゃっていいのかな。スーハンマーゲットして、後ろからタコ殴りしていきましょう。なんでこんな今さら一体だけ出現とか。あ、なんだ、あ、でもちょっと強い。なんだ、ビリビリするな。なんだあれ、なんか遠隔攻撃とかしか通用しないのかな。近接が、あ、ほらほらほら、通用しないよ。へえ、なるほど、やるじゃないかそれでこそだ。じゃあもう完全にこのルールマスターの弓ですね、これ使っていきましょう。うい、あーもう余裕ダウン取りまくりのルールマスターですね。あー、これでやれば倒せると。はいはいはい。あー、いやでもビリビリしてるやつばっかりだな。ワンパン食らうと結構ダメージでかいです、厄介だ。まあ単純にダメージ食らわないように頑張っていこう。ビリビリがねなくなればいいんだけども、そういうわけにもいかなさそうだな。よし、ダイスエネルギーを一気に回収して、おい、いた、あいつも爆破すんだ、ちっちゃいのも。オッケー、でもとりあえず倒したな。いや危なかった危なかった。 The town was カードメーカーロードだって。上に登った先は Perhaps the townspeople would have something interesting to share. 興味深い話がなんか聞けるかもしれない。あ、サブクエ系だね、2個あるみたいだけども、とりあえずこの人から聞いていこうか。やたら低い声。ここがどんな場所か知りたいか。知りたい、教えてよ。もちろんだぜ、お前は信号だな。目がギラギラしてやがる。まあそうだね、元気になってばっかりだなかつてここでは不思議なカードが作られていた。なるほどね、やっぱカードを作っていた街なんだここは。ところでお前ずいぶん物騒な格好したやつを連れてるな。ダイスに対してやっぱ恐れみたいのがあるのかな。とにかくカードだって同じくらい重要だ、正しいカードを使えば自らの運命だって変えられるんだ。クイーンが支配する王国の運命だってな。カードがダイスにパワーを与えるんだ。そうだよね、ダイスとカードは切っても切り離せない存在って感じだよな。ダイスの目も重要だが、本当にとてつもなく優れたカードが必要なんだ。本当だね、俺たちはもうそんなカードは作れないが。なるほど、やっぱクイーンによって作れなくなっちゃったのかな。クイーンを探してるの、力を貸してくれる？関東職人。クイーンを探してるだと？ここはあの女の腹黒い陰謀が渦巻いてるってのにまだ足りないのか。よく聞けよ、俺から唯一言えることは警戒を解くなってことだ。クイーンのやつも異常なほど警戒してるからな、至る所で監視の目を光らせてるね。これ以上は危険だから言えないな。なるほど、もうなんかクイーンの名を口にするのも危険なぐらいなんだろうな、きっと本当は。で、ここもサブクエ系かな。ちょっと話聞いていこう。どうも、お前ここのものじゃないだろうと、自分の仕事をしてるだけさ、真面目な働き者だぜ。今までおかしなやつらばっかりだったわ。Every town's got its black sheep and rotten eggs, stranger. Metaphorically speaking, どっかになんかスパイみたいなのが存在としていてもね、おかしくないもんね。やっぱこの街も以前とは違うと。This was a place of magic, and the people were magic too. Hard working, but with a third eye. 労働者だが第三の目で世界のラグの編み方を見抜いていた。ああ、やっぱラグとかも作ってたとこなんだろうね。Did not see that one coming, no. Now we got the old mystics here, mixed with people sent here as punishment. And of course, the kids sent here by the Queen's black dice to grow up laboring. Still got a flavor of old magic, but it's fading away every day, you know. Every day there's more despair, more work.世界から魔法が消えていくんだ。なるほどね。その魔法っていうのをもう使えるのはクイーンだけでいいっていう、まあ、独裁政治みたいな状態になっちゃったわけだよな。お、ビジョナリー近いぞ。グース今までになく近づいている。我を見つけるのだ。何、何、そう、私の脳に直接語りかけてきてるの
なんだか知ってる感じ。きっと夢で見たに違いないわ。あ、なるほど。そうなんですか。確かに私に確かめる術はありません。でもなんか知らんキャラ前いたもんな、確かに夢の中とかでな。そいつが話しかけてきてるのか。観光客はお断りだよ。観光客？私は観光客じゃない。だろうな。観光気分でここまでたどり着けるやつはいないだろうな。まあ俺には関係ないけどな。実は昔そうだったんだ。ずいぶん前だがな。ここのことはよく知ってた。今は正直わからないな。どうしてそうなったか教えてやるよ。5人のカードメーカーたちがそれは見事な作品を生み出していた頃の話。なるほど。5人のカードメーカー、これキーワードになりそうですね。だが今はクイーンに汚れ仕事を課せられていて作業場から動けない。なるほど。あー、じゃあその5人に会うのかな、やっぱね。そんな感じするよな。あー、で町も衰退してしまったと。あの頃の美しさはなく魔法もない。ただ汚染されている。崩壊の念が町を覆ってるのさ。心配しないで、私がクイーンを倒すから。すごいね、このセリフ。これでいこう。ははそうだといいかな。もう二度と会うこともないだろう。まあ夢物語みたいな感じなんだろうな。クイーンに支配されてしまってる悲しい町と。とりあえずコインもゲット。あー、また敵が出てきそうですね。カードがあるぞ。はいはいはい、来なさい来なさい、何度だって来なさい。結構あの爆弾のやつとかビリビリのやつとかどんどん出てくると結構危な。あの連射するやつにむしろ撃ってもらった方がいいかな。いやー、あの衛兵がビリビリまとってんのも結構厄介だぞ。ルールマスターの意味マジで重要だ。あとはもうシンプルにブリンクアタックとかもありかもな。はい、体力はそんなめっちゃ多いわけじゃないから、このルールマスターの弓さえ引けてればまあなんとかなるって感じだけど、これも厄介だな。連射してくるからな。はい、スーハンマーでしっかり殴ってダウンを取っていく。はい、ハメ攻撃だな。はい、こいつ倒して、あ、よしよしよし、でもこれで全員かな。オッケー。ここの町ではあれだな、こうやって定期的にやっぱ敵が出てきてそれを倒しながら進んでいくって感じなのかな。でまたさっきのビジョナリーとかいう人が話しかけてきたね。あー、この人なのか。なんか浮いてる、変なの。私がビジョナリーだ。なんで私の名前を知ってるの。あんたのこと知ってるわね。なんか夢で見たよな、こいつ。And I, you, 私もだ。正確には今から知ることになる。I have watched you for a very long time, and I knew you would come here. なんかすごい力の持ち主っぽいな。This all seemed a bit unlikely to even. Maybe this strange floaty person was lying. なんかルナトーンとかね、ソルロックみたいな形して。Probably he was. Please, you're not the only one who can see things even can't. え、ちょっと待って、ナレーター。誰に話しかけてるの、ビジョナリーさん。ナレーターがなんとってまさかのナレーターに干渉してくるのほどの能力の持ち主だった。すごいな。いい説とも良い。そもそも彼に呼びかけるべきではなかったのだ。こういうのいいね。面白いな。担当直入言うぞ。あ、なるほど、カードメーカーの人なんだ。かつては5人いた。今も変わらず5人のままなんだ。でもいるんだね、5人は。一緒にランダムのこの場所を守っていたのだ。ファイブトロポリス、クイーンがダイスを禁ずるまで。ダイスがあったから想像力を解放できたと。でも今はその命令で禁じられていると、縛られていると。With your dice, you have the power to defeat クイーンを倒して秩序を取り戻すことができよう。The rules that have strangled random for years, みんなクイーンのことを倒したがってるって感じだね。真のランダムを取り戻さなきゃいけないと。じゃあその5人を、まあ残りの4人から助けていくって感じなのかな、今回は。あ、でもその他の存在は脅威でもあると。But I can tell you this. In order to defeat the queen, you need a very special card. 特別なカードが必要なんだ、クイーンを倒すためには。
Find the other card makers, free them, and we will unite to make you a card that will shake the foundations of Sixtopia. 我らがシクストピアを根底から覆すカードを作ってやろう。お前のドリームカードをな。いいね、なんかそういうのワクワクするね。どんどんこう物語が壮大になっていくね。2人目のカードメーカーのモテお、目玉だ。 It might come in handy. This is, are you sure you don't need this? あ、大切なパンちゃった。 A visionary does not need mere eyes to see more. Now go, I have interfered enough. まあなんかこのビジョナリーの紹介だみたいな証明になるのかな、この目玉が。不思議な世界だな。いいね、いいね。あーで、恋のする方向にとりあえず行ったから、次さっきの場所に行くとなんかワープもできるのか。ペインターっていう人を次は解放するんだね。うん、OK。 じゃあとりあえず戻ってきましょう。ビジョナリーは信用できるように見えたが、うん、そうだろうか。あ、絵本もある。よしよし。なんかね、ナレーターに干渉してくるぐらいだもんね。とんでもない力の持ち主だよな、やっぱ。だがグスは彼の存在を恐れたりはせず、ペインターに会うべく歩みを進めたと。あ、こっち側でいいのかな。ゴーストもいるぞ。うん、なんか見守ってくれてるね。さあ、とりあえずやってきたわけだけども、ああ、なるほど、この衛兵のカードに乗って進んでいくと。おお、カードが作られた街ね。まあ、そうだね、ちょっと待って、これいいね、やっぱこの毎回新しい街を訪れた時ちょっとワクワクするよね。新しい冒険の始まりって感じが。でもこれまた敵も出てきそうな雰囲気もあるけども、スタジオにやってきたと。じゃあとりあえず普通に奥進んでいこうか。ああ、まあそうだよな。敵出てくるよな。危ない危ない。いや、あいつの連射を利用してこいつに当てるべき。よしよしよし、危ない。よし、とりあえずルールマスターの弓とフォーランスを使って敵をしっかりとノックバック。おっと、当たってないか。オッケー、いいよ。あー、あいつ出てきちゃったか。こいつ厄介だからな。ダウン取って後ろから、危ない。ルールマスターの弓で牽制。このダウン取ってる時はもしかしたらビリビリしてないのかも。なんかまとってないよね。そうだよね。ああ、なるほど、そういうことだ。まあでもやっか、一回一回の戦闘はちょっと小規模だね。たくさん戦闘はあるけども、一個一個の量は少なめって感じだな、今回な。で、さらに置いて、あ、それカードメーカーなのかな。同じような見た目なのかなと思いきや全然違うね。ペインターさん、私は忙しいの。でもビジョナリーに言われてきたの。スリーダムの王なのよ。もう、どういうこと？スリーダムの王？クイーンは私のお姉ちゃんをさらっていった。だから助けたいの。正義が必ず勝つ世の中だったら誰も苦労してないわよ。さっさと去りなさい。お願い、あなたの力が必要なの。よくお聞きなさい。一度しか言わないから。お嬢ちゃんの力にはなれない。なぜだかわかる？なぜならクイーンはすでに勝利しているから。ということはこっちの負けだ。もう諦めちゃってるのかな。性格まで一度変わってしまったんだろうね、この長い間クイーンの圧制によって。助けてきたんだ、今までも。負けたと、それでも。完全にねと。まあ、こいつは。で、この人が書いてるのはあの衛兵なのか。そう、ノー、アイムノットヘルピングユー。ナウ、イフユープリーズ。すごい、なんか辛い物語だな。行こうだし、私たちで解決しよう。私は諦めないから、ダイシーだってそうよ。きっとまたね、
諦めない気持ちが生まれてくれることを信じて。ダイシー？ダイシーですって？Oh、なんてことをどこで見つけたの？ This これで全てが変わるの？ Moment, そんなにダイシーは特別な存在なの？お、あの一筆で、すごい。ほら、完成よ。ありがとう。なんだかわからないけど、すごい早技ね。で、あなたのドリームカードを書いたのよ。Frankly, it was a joy to paint something other than a dreadful robot. あんな一瞬で。Oh, there will be heck to pay once クイーンが死んだら面倒なことになるけど。でもその前にクイーンのところ行けるわね。絵の具が乾くよりも早くたどり着いてやるわよ。よろしい。このドリームカード、今度はグルーアのところに持って。ああ、また別のキャラクターだね。グルーア？古い知人でカードメーカーの一人よと。彼の仕事が一番重要なの。他に知りたいことはあるかしら？一人ずつなんかそのパワーみたいのをなんか宿してくれんのかな。カードメーカーのことを教えて。カードメーカーは全部で5人、それぞれ違った役割があるわ、うん、最初はビジョナリーもあったでしょ。他のものには見えない隠れたものが見える、うん、不思議な目の持ち主で、ペインターがカードの絵を描くと、次はグルーアがカードを台紙に貼り付ける。なるほど。で、生命と魔法の息吹を与える。最後にルールマスターがカードの能力や使い方を決める。だからあんなに強いんだ、あのルールマスターに。一緒に来てよ、クイーンと戦いましょう。ちょっと誘ってみよう。私はただの絵描き。キャンバスとブラシ。And you've already gotten my best work in years.But I'll meet you when you need me most. じゃあ時が来たらまた会いましょうと。ドリームカードに最後の仕上げを施すわ。なるほど。まあでもとりあえずじゃあオッケーっぽいな。グルーアーに会いに行きましょうか。グースはカードを台紙に貼ることができるグルーアーの元へ向かったと。坂だな。あれでもなんかちょっと進んだ先不穏な感じあるな。Even found herself ever closer to the darkened heart. なんかバイオエイトの時もそうだったけど、こういう工場のところはいや不気味だね。常になんかその敵を作ってたりするよな。お、ナレーターが。やめてください。グース、誰か助けて。ナレーターが襲われてる。マジで。登場人物の一人だったんだよやっぱ。寒いのかな。よくわかんないわ、ダイシー。でも突然変に一人ぼっちみたいに感じたの。言葉では表せない感じ、わかるかな。もうフォースの使い手レベルよ。レイくらい強い力を持ってる。クイーン。今誰かに踏みつけにされたような気がする。嘘、クイーンに捕まったのナレーター。なんか嫌な感じ。いやもうなんか嫌な感じはもう嫌な予感がするのセリフとほとんど変わんないよ。もうスターウォーズにも似た何かを感じてしまうわ。さあでも新しい場所にまた進んでいきましょうか。このバカな小娘は故郷から離れていた。そしてそれは間違いだった。彼女は諦めたい気持ちだった。永遠に。なんかよくわからない、わからないけど変なの。突然疲れちゃって、わあ、クイーンのナレーションによって疲労してしまってるんだ。なんかやたらボタンがいっぱいあるけど、あ、でもまだもうちょっと奥に進んでくるのかな。ギアロードっていう場所に来たね。いやでもなんかそのナレーションによってね力を得てるところもあったもんね。うわ、クイーンがナレーションしてるよ本当に。さっさと家に帰って死ぬべきだ。うわー、すごいナレーションだね。負けない、絶対諦めないんだから。グースもやっぱ何かそういったナレーションの力を感じ取ってんだろうね。クイーンが今ナレーションしてるっていうのは分かってんだろうな。よし、うわ、すごい量だな。いや、ほんと絶望的だね。ここ降りたら絶対大量に出てくるよな。まあ、行くけども。さあ、かかってきなさい。
何体だって倒してやる。ははー塞がれちゃった。お？なんかちょっとボス戦っぽい感じか？クイーンの影？あれはクイーンの影だったんだ。それが今こうナレーションしてるみたいな感じなのかな。まあでもひとまずダイスエネルギーをしっかり集めつつ。時間制限とかないのかな、さすがに。よし、でもしっかりとダイスは触れる。スーパードロー。わあ、待って、干渉してくるぞ。さすがダイスの力を持ってるからか。なるほど、ちんたらカードを選んでる隙はないと。おーおーおー、なんか影の中に潜んできてる。待って、なにこれ、なにこれ、ちょっと待って、応戦すればするほど、待って、飲み込まれる、回避。なるほど、そういうことだ。あ、よし、もうルールマスターの弓使おう。よしで集めて、危ない、来てる、ゆっくり歩み寄ってきてる。あ、でもダメージはちゃんと入るぞ。ダイスイナウ、よしで、もう一回ゴー、ダイスイ、どんどんルールマスターの弓で落としながら。うわ、普通の敵も出てくんの、それしんどいって。ここで回避、オッケー、いいぞ。よし、で速攻で選んでいこう。で、うわ、でもダメだ、コスト足んないわ。よし、ブリンクアタックいいぞ。これ使いながらで、クイーンに敵雑魚は一掃させるっていうのはありかも。そうするとダイスエネルギーも割と集まるから、ここでブリンクアタックしていきつつ、よしで振って、近づいてくる。で、自分も移動しながら、オッケー、ツーハンマー持って、おー、くる、危ない。よし、で、シャドーマンの呪いも使っていこう。オッケー、食らってたまるかってんだよ。よしで、ここで回避。オッケー、いいぞ。ザコにもクイーンがむしろダメージ与えてくれる。クイーンを射精にした方がいいんじゃないか。ここでね、今撃ってこい、やつ。いいぞ。よし、削り切ったか。クイーン倒したんじゃない。あと弱いの倒せば OK かな。でも一応念のためエリクサーで回復して、しっかり安全に勝っていこう。影だったらまた出てくる可能性もなんか考えてしまうんだよな。よし、 OKOKOK、 でも大丈夫そう。 OK、 いいよ。あとはもうハメ攻撃みたくして倒していきつつ、いいぞ。はい、飛んでるやつも倒したかな。これで最後だ。よしあー、でもクイーンの影だから、影だったらまた出てくんじゃねえかな。やだねー。いや、まさかあのダイス振ってね、普段だったら安全な場所だったのに、あの瞬間も襲ってくると思わなかったら。今すぐ横になって死にたくなった。とんでもないナレーションだな。はあ、わからない、ただ気分が悪いだけだと思う。疲れてきちゃってるな、もうやっぱナレーションによって。この人は、どうも、自己紹介させてくれよ。私はスリーヘッド教のリーダーなんだ。サンタに宿る一つの真実に人生をかけている。あの神々しいスリーヘッドだ。聞いたことないわね。そうだろうな、ここで働いてる連中の大半も忘れちまった存在だ。ビジョナリーとなんか関係あるの？頭が浮いてるようなやつなんだけど。ビジョナリーなど盲目の爺さんだ。世界の現状しか理解してない。逆にスリーヘッドには世界のあるべき姿が見えているんだ。ビジョナリーはスリーヘッドとはほど遠い存在だ。さらに上の存在なのか。The three heads have their origins in shadow, and their interests lie. だが戻ってきつつある、その存在は日に日に大きくなってきている。そして戻ってきたら、目覚めとともに真実が明らかになる。
なんか一般人扱いではあったけども、ちょっと興味深い話だったら、ナレーションの人がそのスリーヘッドっていう存在だったりする可能性もあるもんね。ひとまずでも進んでいこうか。あー、これあれだ、ボタン押さないといけないのかな。で、またスイッチを押して、オッケー。あ、ゴーストもいるわ。あれ、なんだろう、ここ。Hello? あ、バーナード。え、バーナード、バーニー、あなたなの？あのシャドウマンに捕まってた子だよね。通信できるガジェットを見つけたよ。これでいろんな人と話したんだ。今は君の声が聞こえる。どこにいるの？双子がたくさんいて、みんなやたらとハッピーになったり悲しい。あ、ズータウンにいるのかな。はいはいはい、ここズータウンかな。なんで君がここに来たのか分かったよ。すごい、市長が君のモニュメントを建てた。そうなんだ。まあ有名になるも悪くないわね。だろうね。いつか僕も自分のモニュメントを建てたいな。あ、それから今では誰もが自分の性格を好きな時に変えられるようになったんだ。すごいよね。ちょっと怖いくらい。でもこれはいいことなんだ。あ、それからアベコベ横丁が遊園地になったんだ。なんか今まで行った街もいろいろ様子が変わってんのかもね。遊園地マシになってるといいけど。そりゃそうだよ。それはともかく聞いて、僕君みたいに冒険の旅に出ることにしたんだ。それって最高ね。でしょ。ただちょっと迷っちゃったみたいなんだ。力を貸してくれる？いいけど。うさ、ありがとう。それで安全確保のために後ろに紐をつけておいたってわけ。それってどこなの？ねえ、なんかよくあんねえ、あっちとかそっちとかばっかりで。ワンクロフト、あ、なるほどね、故郷に帰りたいんだ。僕も冒険に連れてってよ。ここは真っ暗なんだ。今にもモンスターか何かでも食べられちゃいそう。右と左に道があるんだけど、どっちに行くべきかな。とりあえずバーニーにいろいろ指示してみました。バーニー大丈夫なのかな。結構適当に選んじゃったけど、あ、でもさらにトランウーバーを見つけるみたいなのが書いてあったから、まあ一応大丈夫だったのかな。もうポチ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 ぐらいな感じで適当にやっちゃったけど、まあいいや。さあ、ということで、とりあえず5トロポリスまだまだ続きそうなんですけども、収録時間の方も長くなってまいりましたので、今回のところは一旦区切って、次はまた次回やっていこうかなと思います。ロストインランダムの今後の更新、気になる方はぜひチャンネル登録してトリノツメダーに入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。